皆様おはようございます。朝ドラウォッチャーのまこきたさんです。今回は虎に翼第17週水木金の後編予告について史実を交え紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この部分の予告となっています。第17週前編予告はこちらの過去動画で詳細を述べていますが、要約すると次のようなものになります。高一の行きつけの喫茶店で智子は涼子と玉との再会を果たします。涼子たちは経営者で、夜は喫茶店から塾に変わるようです。その頃智子は新潟地裁の暴行事件を扱った刑事事件を担当することになります。第83話は懐かしの味です。ある日曜日の日に智子は喫茶ライトハウスに招待されます。智子は涼子と玉のとっておきの料理を食べます。その料理は智子たちにとって懐かしの味だったようです。どのような料理だったのでしょうね。智子は玉が何か言いたいことがあると玉の表情から感じ取ります。この玉なんですが、このような画像もアップされており、玉は車椅子に乗っています。第81話の玉が抱えるある事情とは、車椅子生活になったことなのでしょうか。そしてなぜ車椅子生活になったのか。事故なのでしょうか、病気なのでしょうか。そして涼子の母は夫のことでアルコール依存症気味でしたが元気なのでしょうか。そんな中、高一から市内で頻発する窃盗事件の犯人と名乗る人物が自首してきたと連絡が入る。おかしなことに元木を含む7人の少年たちは学校も違い、何のつながりもないという。元木が暴行事件の被害者だったことと何か関係しているのでしょうか。第84話は玉の悩みです。玉が悩みを智子に打ち明けます。玉は自分のことを雇っているがために、涼子が好きなことができないのではないかとずっと悩み続けていたようです。玉から悩みを聞かされた智子は、涼子と玉が向き合う機会を作りました。そして迎えた涼子と玉が向き合う日、智子は由美に留守番を頼み、喫茶ライトハウスにやってきます。その席で涼子は母久子が亡くなる間際に涼子に残した言葉を打ち明け始めました。ということで、涼子の母久子はすでに涼子たちと死別したようですね。母久子が娘に残した言葉はどのようなものだったのでしょうか。私の予想になりますが、家族制度はなくなる。玉と二人で協力し合い、自分たちの力で戦後の世を生き抜いてとかではないでしょうか。第85話は智子の決意です。玉が涼子が好きなことをできないのではと悩んでいる一方で、涼子もまた玉の自由を奪っていたのではないかと悩んでいたようです。相手のことを思いやることで生まれる悩みですね。智子はある解決策を思いつきます。それは智子の家に手伝いに来てもらっていた稲を涼子と玉に引き合わせるという解決策です。ということで、花江の実家の女中だった稲が里に帰り、その里が新潟ということで、予想通り稲が佐竹のお手伝いに来てくれたようですね。心強いです。家庭再生人といったところでしょうか。そしてこれは花江から稲に依頼があったので実現できたのかもしれないですね。一方で智子は由美の気持ちを理解し始めていました。そして学校に友達がいないという由美の強い心を尊重しようと智子は決意するようです。智子と由美の関係もまた涼子と玉の関係のように、相手のことを思いやることで生まれる悩みなのでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。